僕らの別荘せーの、もう高さが違くてもできるようになったね。かなり上達してきたな。タワコレトーク、もう時代も決めずに始めちゃいました。前回は何だった？なんか加工トンだ。三国志なんか遠縁の誓いからなんかそういう話をした。なんか結構昔の話してね、タワコで通って。なるほどね。子供の頃思い出のみたいなね。子供の時さ、どんな海行った？どんな海？海ね。海とかさ、行った？みんな海行ったね。まあ行った。例えばさ、鉄生とかさ、今度は東北の人でさ、行くならここみたいな海行ったの？ある、近所にある。近所に？チャリで15分、20分ぐらい走ったとこに海があった。そんな海沿いの町なの？割と浜とかの方。それは七ヶ浜っていう。いや、それもうあれだろ、もうその防波堤でしょ。ああ、いやいや、あのあれもあるよ、海水浴場。海水浴場もあるあるある。ギザギザ砂浜やっぱ。いや、知らない。そんな見た目で分かるほどギザギザじゃないよ。ギザギザ？そんなにギザギザではない。凍っちゃってるでしょ。凍る？え、東北って全部凍っちゃってんじゃない？海凍んないよ。海凍んない。海凍ってのあんま見たことないでしょ。流氷が流れついてるの。だからみんなやっぱ独眼流？伊達政宗だけね。みんな独眼流？流とかみんなサンドイッチマンさん？みんなサンドイッチマンさんじゃないよ。みんな面白い？でも割とサンドイッチマンさん本当いろんなとこいるらしい。え、どういうこと？あの地元で番組やってるから。あ、そういうことね。モヤリーの TV ロケみたいなんで。めっちゃいるらしい。なるほどね。いいな。そう、なんかそういうの羨ましいんだよな。富澤さんもだからバットこうやって持って歩いてる。卒業アルバムね。卒アルだけか。卒アルだけで。卒アルだけか。カロリーゼロで。鉄製の山形はどこ行くの？鶴岡とか庄内とかそっちの方だから。みんな行ってるの多分さ、太平洋行ってない？ああそうよ、太平洋よ、日本海だ。日本海、そっか、日本海に行ったことないかもな。確かに。え、マジでないかもしれない。日本海に行ったことあんのかな俺も。確かに言われてみたら、そっち側の海水浴場。ああ、もう海に入ったことは絶対ないですよね。絶対ないな。え、そうだ、俺太平洋に行ってたんだ。日本海ってさ、しょっぱいの？あれしょっぱいとか言われる、なんか聞いたことあるの？分かんない。なんか黒い気がする。黒潮がどうのこうのとか。黒潮の太平洋は違うんだ。そう、黒潮は太平洋。黒潮はね、あの太平洋らしいわ。早いって伝える、そうね。え、俺らとかはどこ行ってた？まあ熱海とか。まあ言い出したらな、そ、遠いよな。え、そんなさ、だって都内とかでないの？都内なんかないよな。まあまあ、あるのかもしれないけど。東京湾？まあ、それこそお台場とか。臨海公園みたいな。お台場ってやる海水浴出身？だって砂浜、一応砂浜の中で。一応あるけど。あるね、あるね。東京の海、本当に汚いからね。汚いぜー。汚い！そんなに？汚い。入りたいと思ったことないもんね。言うてさ、そんな変わらんくない？え、マジで？うん。別に砂浜も汚かったし、やっぱ沖縄とかと比べたら、そんなどこも、まあ、確かに、ここもさ、黒いよな。黒い、そう。黒いよな。先が見えない感じ。あれ、冷めるじゃん、黒いの。怖い。うん、怖い。海水浴行こうってなったら、もう車とかで。江ノ島とか。そう、江ノ島。江ノ千葉？千葉、千葉の方行ったりとかだな。東京でってのはないな、確かに。子供の時ってさ、家族で海行ってさ、何してたんだっけ？家族で海行った記憶、これあんまないかも。俺ね、旅行がてらとかしかないかも。毎年行ってた気するのは海水浴。ちょっと行ってたな、俺もなんか行ってたかも。行って何したの？浮き輪とかね。浮き輪とかさ、あの腕につける浮き輪つけてた。うわ、結構新しめじゃん。腕につける浮き輪巻くやつね。そう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 。一緒ノーガードです。ノーガードでノーガードで行かされてた。クラゲ刺されまくり。時期が悪い。時期が悪いじゃん。クラゲと相性抜群。抜群？そうか。一回友達と海行って、なんか多分その今遊泳禁止のとこではないですけど、ちょっと波高めの、なんかもうダメですよって時にまだ海行っちゃってみたいな、波で本当押されて、で戻りたくても戻れないんですよ。離岸流。そう、聞いたことある。で、もう一個やばいってなって、みんな一回こう顔を拭いてこうやってやってるから、こんなんじゃもう太刀打ちできんってなって、一回みんな顔沈めてガーってクロールしよう、ブワーってやって、もう同じ位置なんですよ。波で。怖っ。あ、これやっぱ死ぬってなって、まあ見える、全然見える位置なんですけど、怖いんですよ。で、結果あの岩に打ち付けられて、俺どこの？その海の中の背中ズタズタになって帰りました。
帰れました。帰れたの。帰れた。マジでなんとか帰れた。どうやって戻ったの？その流れから一旦なんかちょっとデカめの岩みたいなのがあって、うんうん、一旦そこでステイだよ、うん、でも言うて 2,3 分だったと思いますけどね。で今だみたいなでグワー戻って、うん、俺それ以来海行ったことないです。トラウマ、ちょっと怖い。怖い話。ちょっと怖いよな、海、うん。俺本当にサーファーとかもう信じられない。俺もね、海怖い。いや、俺も怖い。普通に怖い。うん、普通にそういうことで、だってそのサメとかもいるかもしれない。いる。いるよ。サメはいます。います。サメはいます。スタップ細胞の。おぼかたさんも泣きながら。みんなに言われたら、サメいないだろ。サメなんて世の中にいないだろって言われて、サメはいます。論文書いて。サメがいるっていう論文書いて。難しいから。でもみんなに否定させて。サメはいます。サメはいるからね。怖いよ。だってその海ってさ、ほんと 1% もなんか分かってないみたいな言うじゃん。深海とか、深海とか含めたら、うん、マジでなんかでっけえ生物とかいるんじゃねえかなって、やっぱ未だに思ってるもんね。分かんないもん。メグザモンスターね。メグザモンスターのサメのね、ケムさんと見に行った映画ね。メグザモンスター B 級映画みたいな。なんだこの映画って帰った時に2やるで同じくらい。メグザモンスターね。あ、終わっちゃう。みんな終わっちゃう。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 一瞬ちょっと最後、視聴者の方に一海に対して一言。海。海に対して。海ね。あっそう、ビリ行くもんじゃないよ。どうした？サメはいます。います。サメはいます。スタップ細胞の。おぼかたさんも泣きながら。